ガンモガンモガンモドキはい、どうも、ネビルです。さあ、今回は100サバイバル企画第2弾ということでやっていきたいと思います。第1弾皆さん見ていただけましたかね？いろんなキャラクターを使ってやっていったんですけれども、結果的にこのドフィーがね、はい、優勝をしました。いやー、強かったですね。今回はですね、新しく超フェス、はい、神獣街道とかね、オリンとか、もしくはこのアディオですね、はい、期待の超新人も交えてやっていきますので、楽しみに見てください。さあ、一体誰が1位なんでしょうか？レッツゴー！さあ、一発目にエントリーしてくれたのは、神獣回廊さんですね。このスキル2の、楽しませろよ！これですね。これでバシバシとやっていくところだが、ややちょっと幅が足りないか？通常攻撃で、ややバランスを取りながらになるが、ハマれば素晴らしそうだ、これは。楽しませろよ。これはですね、攻撃力がかなり威力がある、プラス、体力が 70% 以上の相手にはなんと追加でダメージが5000。はい、これを駆使してね、バシバシとやっていくが、あまり高タイムは意外と期待できないか？もう30秒が経っている。さあ、あとどれくらいかかるのかが見物だが、あっと！ハマってきたか？ハマってきたのか？これは。4人いたらきつくないか？もう4人も難なくクリア！最後。はい、ラスト一気に駆け上がった。一気に駆け上がった。83人、84人。さあ、このエネルからは怒涛の追い上げを見せてくれ！頼みますよ！あと4人をクリアして、オッケー！いいぞ！これは、よっしゃー！最後は素晴らしいクリアでしたね。さあ、時間は、47秒。まあまあいいでしょう。これが基準となりますので、皆さんこれ覚えておいてくださいね。レッツゴー。続いて同じく超フェスのオリンちゃんに来てもらいました。よろしくお願いします。はい、ここからのフルゴラ祭りですね。はい、もうこのフルゴラ一択でいきますが、このフルゴラがなーにせ強い強い。幅もあるし、威力もあるし、貫通力もあるということで、もう3拍子揃っていますが、もうすでに60人を KO。さあさあ、一発で何人 KO するんだ、このフルゴラは。一気にバロックワークスのクロコダイルも倒し、おっと、ここでモリアが残ってしまった。さあ、すかさずフルゴラを撃っていく。もう KO が近いぞ、100人が近い。さあ、最後は一発仕留めて通常攻撃でクリア。いや、これはなかなかの高タイムが期待できるか。何秒だ？何秒だ？29秒。30秒を切りました。かなり高タイムではないでしょうか。ありがとうございます。彗星のごとく現れた期待の新人、アディオの登場です。誰誰ですか、あなた。そもそもワンピースのキャラクターなのかも疑問でございますが、アディオは言う、私はワンピースのキャラクターですと。はい、このスキル2は打っていくとかなりの高タイムが記録できるという噂だが、その噂は本当なのか、そもそも何の実を食ってるんですか、あなたは。そもそも能力者なのかもわからない。何なんだお前は。しかし確実に言えることは、この実力は本物だということ。すでにもう90人を倒していく。かなり早いぞ、これは。かなり早いぞ。いった、100人突破。さあ、時間は何秒でしょうか。早い。25秒。あざっす。逆サバイバルを語る上で、この男は忘れてはならない。青シャンクス。グリフォンの一撃で、どんどん相手を倒していく。脳汁がどれだけ出るかを競う、脳汁選手権があるのであれば、間違いなくこの青シャンクスが1位でしょう。さあ、どんどん投げ倒していって、もうそろそろ50人に突破した。60人も近い。さあ、ここで一旦下がってからバランスを取るのがちょっと時間のロスに思いますね。この100サバイバル、いかにその場から動かずにスキルが打てるか、これが非常に大事だと先ほどのアディオが言っておりました。さあ、もう近いぞ。これはモリアも倒して100人突破。ナイス。さあ、シャンクス、秒数は、30秒切れなかったか。私はこの男を許さない。犬ちゃんと猫ちゃんの故郷である、象をめちゃくちゃにしたこの男を許さない。しかし、この100サバイバルでの実力は本物。さすがは考えのジャックと呼ばれるだけあって、存在そのものが災害です。果たしてこのスキル1は何本の刃を飛ばしているのか。この最後のクロスが相手にとってはかなりの致命傷になる。おそらく1回のスキルで13、14、15KO ぐらいまではいってるんじゃないかという威力でございますが、
最後のやはり気になるところは、モリアを一撃で倒せるのかどうか。そこが非常に未知に溢れた瞬間でございますが、84。さあ、近いぞ、モリアのところが近いが、一発で決めました！さすがです！はい、ここでゲオン、ナイス！これは好タイムが期待できそうだか？なあ、31秒微妙でしたね。ありがとうございます。麦わらの一味を陰で支える大黒柱、フランキー将軍の登場です。この何せジェネラル砲がすごいすごい。すいません、先ほど私、脳汁選手権では、青シャンクスが1位と言いましたが、このフランキー将軍もなかなかいい勝負です。スキル1のジェネラル砲、これが脳汁がすごいのよ。飛ぶ飛ぶ脳汁。しかも青シャンクスのグリフォンとは違って、めちゃくちゃいいところが、スキルを打っても動かないというところですよね。はい、もうすでに83人。ここでちょっと通常攻撃でバランスを取っていくが、さあもう90人も間近で、ここでモリア一撃で倒せるかどうかだが、ちょっと倒せなかったか。おー、でも素晴らしいですね。一気に駆け上がりました。さあ時間は30秒切ったか。なあ、32秒、残念です。前回大会の優勝者であり、100サバイバルの王といえばこのドフィー、パラサイトで相手を仕留めに仕留めていきます。もう止まりません。ここからはもう瞬き厳禁でございます。皆さんよろしくお願いいたします。もう誰を倒したかも覚えていません。非常すぎます。この男はさすが元天竜人、非常に非常でございます。はい、ワッポルも倒し、もう早速80人。いや、ちょっとこれはやはり早すぎる。さすがは前回王者でございます。この男を抜く者は現れるのか。さあモリアが残ってしまわない。さすがいや、これはかなりの好タイムですね。21秒出ました。はい、素晴らしいです。おめでとうございます。同じドンキホーテファミリーにとんでもない奴がいました。はい。ここからはもう、瞬き厳禁。この男も一切動きません。しかもかなりの遠距離攻撃で、スキル1をただ連打するだけ。そうすれば、あら不思議、どん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 相手が倒れていきます。はい、もう半分いきましたね。はい、ここからは、本当にめちゃくちゃ早いです。さあ、80人、早すぎる、83。一発撃って何人倒してるかもわからない。さあ、もう行く、いったさあ、何秒だ ?16! 勝てんやろ、これは。はい。完全に1位です。おめでとうございます。はい、ということで、1位はこのベゴニーでしたね。早すぎるやろ、ベゴニー。あのさ、最後 KO された人たちが、まあ、どっさりちょっと溜まってしまったんですけど、その中にアーロン言いましたからね。アーロン、だいぶ初期に出たやつやん。初期の初期、まあ、だいたい40人ぐらいでね、出ると思うんですけど、そんぐらいの時に出たキャラクターが、まだ残ってる状態で KO してしまうというね。はい、あの、ベルゴの、皆さんこのスキルぜひ使ってみてください。このね、どの道消えるのだしなってやつね。はい、これめちゃくちゃ早いんでね、はい、使ってみてください。さあ、第2回のね、100サバいかがでしたでしょうか。新しいキャラもね、結構増えて楽しくなってきましたね。どん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 新キャラがね、あの100サバで、強い新キャラがどんどん私には増えていけばいいかなと思ってまして、まあ、めちゃくちゃリーグで使えなくても、最悪100サバでめちゃくちゃ早かったらもう引くから、はい、引いてあげるから、そういうキャラさ、はい、ぜひね、運営さん出してください、100サバの面白いキャラクターをね。てなわけで、またちょっと第3弾も今後やっていきたいと思いますので、見ていってください。はい、じゃあお疲れ様でした。ちょちょちょチャンネル登録をすると何かいいことがあるらしい。それは何人なん